腸活の話ですね。犬の腸活。昨日新宿まで、2020年 の, アニマルワールドカップっていう、催し物の決起大会って、まあ、餓死交換会って名刺交換会みたいなのに行きました。それが2020年の4月に、立川の昭和記念公園で開催される予定なんですけどね。まあ、おいおいこれは、お話ししていきます。まあ、ぜひご協力できればっていう、その、つながりができたので、行ってきました。で、そこで、まあ、お会いした、獣医さんで石田さんって方がいらっしゃったんですけども、動物予防医療普及協会の、会長さん、ですね。で、先日も僕お話ししましたけども、町の獣医さんってその予防医療にちょっと興味がないというか、っていうお話しましたよね。僕それは仕方ないと。というのも、その、治すことに精一杯。もう町医者さんってもう、ね、歯医者さんも眼科さんも内科さんも外科さんも全部しなきゃいけないので、治療することと、それを新しい技術を取り入れることで、はっきり精一杯だと思うんですよね。で、予防医療っていうところまで目は絶対いかないと僕は思ってました。で、獣医さん全体で見てもその予防医療っていうところに目が行く方が少ないなと思ってたところに予防医療普及協会というものがあると存在することにちょっと僕は驚きましたね。話はさすがに合いました。というのも、広い会場でたくさん人いたんですけども、オンラインサロンをやってるっていうところで、まあ、言ってもオンラインサロンって今ね、流行ってるって言っても、その世の中にそんなやってる人はいないだろうっていうところにいらっしゃったっていうところで驚いたのと、僕が今、やりたいと思ってるワクチンの話、先日させていただきましたけども、ワクチンを早いスパンで打って、社会科技にずっと家の中にいる子たちを、もっと早く外に出して、っていう、提案を、どん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 一般化させていきたいと思ってるのも、言ってみれば予防じゃないですか。しつけに関する予防だと思うんですよね。で、予防医療に関して獣医さんが、治すことが仕事の獣医さんが、興味がないのとちょっと似ている部分があって、そのワクチンに関しての予防に関して、しつけ面での予防に関してはやっぱトレーナーさんも興味が薄い部分がありますよね。トレーナーさんもやっぱりその問題行動を治すところが、メインの仕事ではあるので、ただ、今後、それじゃ絶対的にダメだと思うんですね。そういうところが頭にあった中の昨日の出会いだったので、ちょっと僕はかなり、良い出会いというか、びっくりしたなっていうところがありました。で、その石田さん、獣医の石田さんが、その、ご自身のオンラインの中で、腸活、その、腸の、犬とか動物の活動を、活発化させましょうっていうようなテーマでのディスカッションをされてたんですね。講師を招いての。で、昨日そういう投稿を見てて、ああ腸活かと、犬の腸活大事だなと思ってて、今朝もねお客さんと話してて、その方は人間の腸活にかなり力を入れてて、犬にも大事ですねって話もあって、本当昨日の今日でその腸活に関してかなり話題が広がってっていうところで今日は僕が腸活のお話をしますと。今日朝お話した飼い主さんはご主人様がヨーグルトをねたくさん食べるようになって、今までそのウサギのうんちみたいな便秘気味だったのが1日何回ですかね、5回とか、何しろ便がすごく出てすごく食べてるのにも、関わらず5キロ痩せたんですってね。腸がほんと活発になったというお話で、うちでワンちゃんに対しておすすめするとなると、いつもおすすめするのはこの2つですね。らしくの天然酵母と麹菌と乳酸菌と。で、まあ、麹菌に関してもこう、過敏してる状態で腸に届くので、比較的これはね、便がね、すぐ変わりますね。ガラッと変わりますね。で、人気がもう一つあるのがジンですね。これもかなり固定のファンが多いですね。で、僕も今日からヨーグルト食べて、本当はね、人間のジンとか、全然このらしくのサプリもこれ3000円で安いから、僕が食べても全然コスパは全然いいと思うんですけども、もう取り入れても全然いいと思うんですね。で、まあ、確かにそのコミュニティみたいなところに入って、
腸の活動に関して勉強するのはすごい大事だし、神のこの社長は、ね、広島の方ですけども定期的にこう関東とかにも来てセミナーやってるんで、もう一回ちょっと話を聞いてみないと思ってて、すごい楽しい話をするみたいなんで、そうやって勉強して腸にねいい食事を取るっていうのはすごく大事、勉強大事だと思うんですけども、言ってもですよ、なかなかそんな勉強する時間なければ、ぶっちゃけ評判がいいものを取っとけばいいと思うんですね。人間だとね、ヨーグルト、ヤクルトとかね、その LG21 とかっていうのを食べてれば、菌が違うんだと思うんですけども、結局、いろんな多方面からね、これなんかも全然アプローチの方法が違うので、どっちかに絞る必要ないし、ね、両方でも全然いいし、人間のヨーグルトなんかもね、いろいろ食べてみて、腸の、状態が自分に合うものを探せばいいと思うんですよね。難しいことじゃないし、取りすぎてデメリットもそんなないと思うし、まあ便がね、ヨーグルトは食べ過ぎて原因になったりするかもしれないですけども、合わなければ。基本的には、いいことばかりだと思うので、あまりこう、躊躇する必要ないのかなと思ってます。どちらもお手頃ですね。30本で2160円、これはかなり入ってて3000円でちょっと上げるだけでグラッと便がかかります。うん、おすすめですね。腸活しませんかというお話でした。